YouTube でやろうかなと考えていて、でもやっぱりね、自分が最近どんどんその多分そのコロナのせいなんですけれども、インターネットを使う時間が増えたせいか、逆にできるだけ必要のない時には画面を見ていたくないな、 iPhone であったりパソコンではないかPC、Mac の画面を見ていたくないなというモードに入ってきておりまして、で時間を決めてやるようにアラームをつけたりもしていたのですけれども、そうしないとやっぱり面白くできているのでどん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 見てしまうんですよね。でそうするとやっぱり人生の時間が減ってしまうので良くないなと、でそんなことを考えているにもかかわらず、画面をずっとその見てもらうための企画を自分に尋ねるというのがやはりどうかなと。で考えたのはまず YouTube その4000時間が超えましたって来てからのその YouTube とのその何回かのやり取りが面白かったんですね。あ、これは広告に適してません、これは著作権違反ですとか、例えば自分の曲なのに私が持ってないから違反になってしまうとか、だからそういう手続きをこれからどうやってやっていくかというのが調べて結構、あ、そうか、これも本当にタレントさんって日本では何も持たせてもらえないんだなっていうのの不思議なのもあったので、例えばそれをどう解消していくか、どこに聞けばいいのかとか、じゃあこれはレコード会社、前のレコード会社なのか、音楽出版を持ってるところなのかとか、そういうのをいろいろこの調べ始めているので、それを毎日、今日は連絡来なかったよとか、こういうところからこういう返事が来ましたなんていうのを話したら、割と役に立つ人も、常に役に立つなと思って聞いてくださる方もいるかなと思って、それは一つ聞き流しでもできるし面白いかななんて思っていますが、どうしましょうね、どうしましょう、何か考えますね。というわけで本日も気分よくお過ごしください。じゃあね。